癒し系モンスターカギムシの狩りが衝撃的だった。カギムシはそのユニークな見た目から、コアなファンも多い有層動物に分類される生物、ナメクジのような姿をしているが、ムカデとミミズの中間に位置する珍しい種である。カギムシは頭から粘着性のある液体を発射して、獲物を捕らえる。主な獲物はゴキブリやコオロギ、カブトムシやクモなどだ。粘着液の射程は30センチにもなり、発射速度は目にも止まらぬほど速い。カギムシは素早く動けない代わりに、この粘着液で獲物の身動きを封じる。カギムシの口には刃物のように鋭い歯があり、獲物の体を食い破って消化液を注入する。こうしてドロドロになった獲物の肉をじっくりと堪能しながらすするのだ。さらにこの粘着液は鳥や蛇などの天敵から身を守る時にも使われる。カギムシは種類によって赤ちゃんの産み方が異なる。普通に産卵する種や蛇のように体内で卵を孵化させ赤ちゃんを産む種、胎盤が形成され哺乳類と同じように赤ちゃんを産む種もいるのだという。